た感じ。豪雪地帯として知られる白川村では、本格的に雪が降り始める前のこの時期に、トチの実の皮を剥く作業が行われます。今朝は地元の農家が合掌造りの観光施設のいろり端に集まって、水に浸して柔らかくしたトチの実を一つ一つ石で叩いて皮を剥きました。皮を剥いたトチの実はもち米と一緒についてトチもちが出来上がります。